うちのさ、役場はさ、絶対に潰れないでしょ、職員がクソ野郎ばっかりでも。お前ぐらいだってよ、そんなの。バカじゃねえって。これは東郷町の今田町長が職員に対しパワハラ発言をしたとみられる音声。こんな発言も。そんなに〇がやってる仕事さ、パートのおばちゃんだってできるんじゃない。お前ら定年するまで、じゃあもうずっとお前ら移動なしにしたら、全員10月に飛ばしてやろうかと思って。自治体トップがこのような発言をしていたとは信じがたいことですが、会議で最上級のアンポンタンやろうっていうような発言があって、で私もすごく気分が悪くなったのですから、副町長にあれはパワハラじゃないかっていうことを申し立てました。ですけどこの8ヶ月以上経ってますが、全く何も対応されず、今日まで来てたもんですから、アンケートをやろうということで。町長のハラスメントを目撃したという男性職員は先月、200人以上の職員を対象にアンケートを実施。すると回答があった72人のうち半数を超える職員から町長のハラスメントを受けた、または見たとの回答が。パワハラ発言とみられる音声はアンケートの後に別の職員から提供があったといいます。件数が多い、すごく多いなっていうのは感じました。深刻な状態だなと思いましたね。中には死ね、殺すぞといった暴言や学歴差別も。さらに女性職員に対し、いつ巨乳になるのという発言や、着ぐるみを着た女性職員に抱きつくセクハラ行為もあったといいます。踏みにじってしまうような発言って、たとえ首長でなくてもありえない。立ち上がってもらってありがとう。だんだんこの職場がパワハラ、職場でのそのパワハラっていうのが当たり前だというふうに感じるようになってきてしまいました。その人たちにこんな思いをさせちゃいかんなっていう。ハラスメントはなくさなければと涙ながらに語ってくれた男性職員。さらに東郷町といえば、一日も早く園が園としての軌道を取り戻し、町民の皆様の信頼のもと、また子どもたちの笑顔あふれる場所として機能していくために必要な措置としていうことで、大変厳しい内容とさせていただきました。今年9月、町内の認定こども園で不適切保育が発覚。町長が自ら会見で行政指導の内容を明らかにするとともに、支援と指導が足りなかったと謝罪していました。保育士が、保育園が子どもを育てているのに、子どもに対して暴言を吐いてしまった。相手の方のところがすごく強く非難してて、でこちらの内部の方はどうでしょう、反省はしてるのかどうかちょっと分かりませんけど、すごく違和感を感じてます。ハラスメントはあったのか、今田町長に直撃すると、私の中でもすごく後悔しているワードっていう、言葉は持っていることはあって、当事者がそれでどう思っているのかというのは確認をしておりませんし、また確認を早急に行って、今週中に皆様にしっかりと会見という場を作ってお話しする機会を設けたいと。町長からそういう発言を受けたと、それがパワハラセクハラだという、 こう受け取った職員がいるということに対して、職員に対してはこうどう考えていらっしゃいますか。もし本当にそれが職員がということであれば、反省し改善し謝罪しなければいけないと思っておりますけど、自治体トップのパワハラセクハラとみられる言動に町民は、ちょっと信じられないけどね、なんかちょっとびっくり。統合庁この頃おかしいね、保育園のこととかね。おかしいね、悪口言っちゃいけないんです。
やめてほしい。そういうのは良くないかもしれないですね。今田町長は今週中にも会見を開き、詳しい経緯を説明するとしています。